中愛峠は、福岡県北東部の京都郡宮古町勝山松賀と、田川郡河原町大技、鏡山をまたぐ100メートルほどの峠である。宮古町の西北端と河原町の東端に位置しており、峠の北側に、正寺ヶ岳、南側に、大阪山がある。建築地域と畜法地域を分かつ産地を越える、峠の一つで、国道201号が通っている。 この国道201号はかつてはヘアピンカーブが連続し狭い中愛トンネルをくぐる交通の難所であった。1960年代に旧道のふもとに直線ルートで行橋河原間を結ぶ振動が建設され、1967年には2代目のトンネルとなる新中愛水道が完成し、それから40年後の2007年3月5日には3代目の 新中愛トンネルが開通し、現在に至っている。現在では2007年春光の新中愛トンネルしか通行できなくなったが、1日2万台を超える自動車がトンネルを通過する交通の要所となっている。冬場は路面凍結や積雪でチェーン規制が出やすいため、通行の際は注意が必要である。峠を越える公共交通機関として、 行橋市と河原町を結ぶ太陽交通の路線バスがある。宮古町側では、旧道がヘアピンカーブが続く道であるため七極峠と呼ばれる。旧道沿いにある中愛公園が桜の名所として整備されており、地元では有名である。この桜の原点は、厳備夜、古青年会議所が1970年頃、社会開発運動の一環として、 数十本の桜を植えたのがきっかけである。旧中愛トンネルは1889年に完成し、筑豊地方からの石炭輸送を担った。旧道も国道指定は解除されたものの引き続き残されているが、旧道トンネルは現在、落盤の恐れがあるとして、ガードレールで閉鎖されており、通行することはできない。歴史的に重要な建造物として、 国の登録有形文化財に登録されている。旧トンネル入り口上部の名盤には、道日内藍中と記されている。1963年に、日本船売公社の職員が、トラックで集金中、旧中愛トンネル付近で殺害され、現金を奪われる事件が発生した。この事件の犯人は、全国各地で他に4人を殺害しており、世間を騒がせた。 な崎隆三の小説で1979年に劇場公開された小形研修園の映画復讐するは我にありはこの殺人事件の殺人犯をモデルにしている。ありがとうございます。